投げました。膝元空振り三振。バッターはトップに帰って鳥谷、今日3打席目。第1球を投げました。直球ストライク、外角高め、投げました。スクリーンアップを低め。投球3球目決まった、ストライク。さあ追い込まれました。投げました、内角ストレート外れて、ボー2エンド2から第5球を投げました。スライダー見送って、ボー次は6球目投げた、ストライク、見逃し三振。バッターは2番赤星、これが3打席目になります。第1球を投げた、さあ次の投球です。アウトコースへ、ボーノーツー、アップサイドボーノースリー、スクリュー見送ってストライク。ここは1球見ます。ワンエンドスリーから投げた、アウトコース高め、直球決まってストライク。投げた、外角低め、ダメ三振。高橋サワンがうなります。最後は空振り三振に打ち取られました。4回が終わって4対0タイガース、この回の攻撃は0で終わっています。5回の表4点を追いかけます。カープの攻撃、この回の先頭バッターは島、今日2打席目。第2球を投げた、スライダーを外へ。第3球を投げました、変化球ストライク、インローへ投げました。フォーク、空振り三振。バッターは8番クラ、第1球を投げました、スライダーボール、まずは内角投げました、スライダー打ちました。金本手を挙げて掴んで2アウトになります。ここでタイムです。バッターは代打イオウ、さあ1球目外角高め、判定はボール。1球目ボールから第2球を投げました、高め、判定はボール。第3球を投げました、スライダー決まってストライク。ワンツーバッティングカウント、打った、詰まった打球、ライト前進、さあ2アウトからのランナーが出ました。さあ1球目スライダーはボール。さあ次の投球です。スライダー決まってワンエンドワン。さあ3球目外のボール球打った、ファースト取ってアウト、これで3アウト。下柳、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回表が終了して4対0タイガース、4点リードは変わりません。ここでタイムを取りました。高橋降板、林今日3人目のピッチャーとして登板です。タイガース、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番シーツ、打ちました、アレックス前進、これはヒットになります。ボールは中継へ、シーツ、これで3安打猛打賞。さあ初球インサイド、判定はボール。第2球を投げた、直球決まってストライク。わずかに外れた。第4球を投げた、直球を低め、投げた、スライダーはストライク、内角低め、内側いっぱい、見逃し三振。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは5番リン、これが3打席目になります。投げました、ストレート見送ってボール。投球3球目ストレート打ち上げた、栗原両手を広げて掴みました。右バッターボックスは6番桜井、今日3打席目。直球見送ってボール、ノーストライク、ワンボール。第2球を投げました、ボール、シュート外れました。投げました、インコース低めいっぱい、ストライク、シュートを使ってきました。ワンツーバッティングカウントになって、投げました、第4球目はボール。
際どい球、選んでフォアボール。右バッターボックスは7番矢野、これが3打席目になります。お、外れました。まずはスライダーから入ってきました。ワンボールから投げた高めの球、ボール。ストレート、ボール、低め、ノーストライク、スリーボール。投げた、ここを選んでフォアボール、ストレートのフォアボール。そしてここでバッターは関本、今日3打席目。初球すっぽ抜けボール、やや力が入ったか。ボールワンから投げました、外際どいボール、ノーストライク、ツーボール。さあ3球目、真ん中高め直球、ストライク。ここでアクシデント発生の一報が入ってきました。林、肘の痛みを訴えて現在治療を受けているようです。あー、どうやらゲームに復帰するのは難しそうです。フェルナンデス、ピッチャー負傷のためマウンドに上がりました。ピッチャー林、変わりましてフェルナンデス、背番号。投げました、お、ナックル外れました。関本集中しています。投げました、アウトロー打ちました。ボールを取ったファーストへ、一塁アウト、スリーアウトです。満塁のランナー3人残塁。前半終わって4対0、タイガース。スコアボードに0の文字が入ります。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターはアレックス、これが3打席目になります。インローギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました、ストライク。ボールカウント2マッシュ。第3球を投げました、インコース詰まった、ショート掴みました。アレックス、今日ここまで3打数ノーヒットです。右バッターボックスは3番栗原、今日3打席目。低め、フォーク外れてボール。投げました、ボール、スライダー外れました。栗原よく選んでいます。外角低め、ボール、ノーストライク、スリーボール。ノースリーから投げた、シュートはストライク。インコース詰まらせた、ファーストへ送る、一塁アウト。右バッターボックスは4番新井、これが3打席目になります。フォークはボール、まずは低め、打った、ショート掴んだ、一塁へ、一塁アウト。下柳、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。6回表が終了して4対0、タイガース依然4点リードです。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー下柳。第2球を投げた、ストライク。そのと厳しいところ、フェルナンデス追い込んでいます。打った、少し詰まっているか、切れました、ホイ。第4球を投げました、ナックル打ちました、サード掴んだ、一塁送球、一塁アウト、ワンアウト。打順は1番に戻って鳥谷。さあ初球、ナックル空振り、ワンナシン。さあ次の投球です、ストレート打った、セカンド取って一塁送る、一塁アウト。バッターは2番赤星、今日4打席目。投げました、ナックル外れてボール。ワンボールから投げました、直球ストライク。投げました、ナックル外れました。赤星よく見ています。バッティングカウントから投げました、打った、引っ張った、ファールボール。第5球を投げました、打った、ヒット。赤星今日初めてのヒットになりました。ナックルはボール、一塁牽制、セーフ。初球ボールから投げた、ナックル見送ったボール。シーツ集中しています。さあ3球目、アウトロー際どい球、ボール。次は4球目、投げた、内角低め見送ってストライク、ワンストライクスリーボール。さあ投球5球目、5回に引っ張った、三遊間ライナーへ打った、ボールは中継。4本目のヒット、打ちました、入るか入るか、センターに上げた、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。スリーランホームラン、金本今日これが2本目のホームラン。甲子園はお祭り騒ぎ。ここでタイムがかかります。フェルナンデス降板、佐竹
今日5番手としてマウンドに上がります。フェルナンデス代わりまして、バッターは5番リン。これが4打席目になります。お、外れた。初球スライダーから入りました。リン高め際どい。お、さあ3球目まっすぐ決まった。ストライク、スライダーストライク。追い込んでから投げました。内角ボール球打った。ファーストへアウト。スリーアウトです。6回が終わって7対0タイガース3点を追加しています。より一層ご声援くださいませ。試合は終盤7回に入り、この回の先頭バッターは前田。今日3打席目外角際どい球ボール。1球目ボールから第2球を投げました。スライダーボール低め。さあ3球目打った。センターの後ろワンバウンドヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁を狙うか。前田右中間を真っ二つに破るツーベース。右バッターボックスは6番ソヨギ。これが3打席目になります。第1球を投げました。直球高めボール。第2球を投げました。シュート外れました。わずかに外投げました。シュートはボール。アウトコースへ。ソヨギ選んでフォアボール。下柳ストレートのフォアボールを与えます。ボール、ストレート外れました。ワンボール。アウトコース低めいっぱい。ストライク。ワンエンドワンから投げた。スライダー打った。一塁送球一塁アウト。ワンアウト。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。バッターは8番クラ。打った流し打ち。ライト取りました。クラ初球打ちはライトライナーでした。ランナー2人ともスタートを切った。カープ、ようやく1点を返しました。ここでタイムです。下柳マウンドを降りまして、橋本今日2番手としてマウンドに上がります。下柳代わりました。ピンチヒッターは石原。第1球を投げた。直球決まってストライク。石原背番号1球でストライクから投げた。速球外れました。高めに浮いています。第3球を投げました。打ったセンターへのヒット。ボールは中継へ。石原センター前へのタイムリー。打順トップに帰って東出投げました。アウトの直球ストライク。まずは初球決めてきました。投げました。外れたボール。投げました。バットの先端ファールグラウンドキャッチしています。さあ満員のスタンドからカラフルなジェット風船が勢いよく舞い上がりました。ここでタイムを取りました。佐竹降板。青木今日6番手としてマウンドに上がります。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは6番桜井。今日4打席目投げました。ボールインサイドわずかに外れた。ノーツーから投げました。外角低めいっぱいストライク。第4球を投げた。アウトコースわずかに外れてボール打ちました。いい当たり。伸びた伸びていった。この試合を決定づける一発。インサイドついてボール。ノーストライクワンボールです。第2球を投げた。ボール矢野よく選んでいます。投げたストライク。膝元厳しい球。シュートを使ってきました。次は4球目掴んだ。ファーストへ送る。一塁アウト。ワンアウトです。右バッターボックスは関本。センター前進アレックス落下点構えて取りました。バッターはピッチャー橋本。さあ初球外角ギリギリいっぱいストライク。初球まずは入れてきました。スライダー外れたボール。ワイドアップ。第3球を投げました。低めシンカー外れたボール。
投げました。打ちました。バットの先、東で余裕があります。取ってアウト。スリーアウト、チェンジ。7回の裏が終わって8対2タイガース、さらに1点を追加しています。カープ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番アレックス、これが4打席目になります。投げました。お、速球外れました。アウトコース高め、際どいところ。投げました。外のボール球打った。センター前のヒットになります。2塁へ送る。アレックス初安打。さあ1球目、直球も、まずはアウトロー、打った、ショート取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。今日2三振、新井セーフ。一塁へ1つ牽制球を送りました。初球打ちました。ヒット、アレックス三塁も狙う。アレックス三塁です。と新井、今日初めてのヒットを放ちました。チェンジアップ決まってストライク。第2球を投げた、打った、これは詰まっています。シーツ、落下点に入った、掴みました。そしてバッターはソヨギ、今日4打席目。第1球を投げた、チェンジアップ見送ってストライク。アウトコース決まってワンマッシング。一塁牽制球を送ります。セーフ、一塁はセーフ。第2球を投げた、これは見送ってボール、内角外れてワンエンドワン。投げました、内角外れてボール、ワンツーバッティングカウント。さあ4球目、チェンジアップはボール、低め投げました。よく見た、フォアボール。バッターは7番島、投げました、打った、